毎度おおきに。あら、おかえりやす。三番隊隊長さん、意外とお早いお帰りどすな。ああ、今日は顔見せ程度だった。それにしてもほんまに入隊してしまうなんてな。それも隊長やなんて。これで宿代は一安心だな。何言うてんの。給料もらう前に死んでまう人なんていくらでもいてはるんやで。きっちりお代をいただくまでは油断できまへん。相変わらず金に細けえ女だ。それはタイの羽織だ。明日から着ていく。ああ、アサギ色のあれやね。ほんなら竹直しといてあげるさかい。貸して。悪いな。気にせんといて。お代はちゃんといただきますさかい。おりょうちゃん。はーい。何ですか、おかみさん。この羽織、はじめさんが明日来てくから裾直しといてあげて。おりょうちゃん、
宿す。いやって、お龍ちゃん、なんで私が人斬りの袖なんか直さなあかんの。人斬りってはじめさんやないの。そんなん関係ない。はじめさんも結局ただの人斬りや。お龍、人斬りなんて大嫌いや。ちょっとお龍ちゃん、あかんかったか。あいつどうかしたのか。あの子な、父親が幕府の役人に切られとるんよ。そうなのか。親御さん勤皇派の活動家やったらしくてな、それで人斬りってものに敏感になってもうたみたい。まして好きな人が人斬りになるのは耐えられんかったみたいやな。好き？お龍が俺をか。いや気づいてへんの。はあ、にっぷい男やね。お龍ちゃんも厄介なに惚れてもうたわ。あの子の様子見たらわかるやろ。いや俺にはそうは思えないか。こりゃほんま難儀やな。さあお龍ちゃんを探してきておくれやす。泣かせた女を追いかけるんは男の役目どす。そうは言っても一体どこに。鴨川とかちゃう。一人になりたい時は静かに川でも眺めたくなるもんやろ。鴨川か。まあ行ってみる。父親のことをお上から聞いた。そう。はじめさんはなんで新選組に入った。お金、偉くなりたい。それとも人を斬りたいだけ。いや、どれでもない。せやったら、なんで。俺が新選組に入ったのはある人を探すためなんだ。人探し。俺はそいつをどうしても見つけなくちゃならない。それには新選組に入るしかなかった。はじめさんは人探しなんかのために新選組に入って大勢の罪もない人を斬るっていうの。確かに一番の目的は人探しだ。だが俺は三番隊の隊長というそれなりに影響力のある立場を任された。この立場なら新選組が無用に人を殺すのを防げるかもしれない。少なくとも三番隊くらいはな。新選組が人を殺さないように。それでお前のおやっさんが生き返るわけじゃないがな。でも私みたいな目に遭う
人は減るかもしれん。ああ、そうなるといいと思ってる。さあ、もう店に帰れ。おかみも心配してた。はじめさん。ん？ありがとう。おかえり、ヤス。お寮はもう戻ったか。ええ、はじめさん、意外と女の扱いがうまいんですな。ちょっと見直しました。俺はあんたにうまく使われたみたいだけどな。さあどうやろ。あ、そうや、はじめさんが出かけてる間にね、あんたに会いたいって人が来たんやったわ。俺に？どんなやつだ？どんなって言われても、ただちょっと土佐なまりのあるお侍さんやったね。土佐の？でな、その人清水寺で待ってるって言うてはった。清水寺に？そう、そもそもいつ帰ってくるかわからへんって言うたんやけどね、構わへんからそう伝えてくれって。それにしてもあんたにお客さんなんて珍しいわ。これも体調効果やろっか。さあな。わかった、ちょっと行ってくる。はい。
竹地ハンペーターを追ってたら意外な大物が釣れた。これも運命ってやつか。おいおい、まさかこんなところで抜きじゃねえだろうな。俺を呼び出したのはお前か。ああ、土佐浪人中岡慎太郎だ。よろしくな、坂本龍馬さんよ。土佐の中岡慎太郎。そう、同郷のお仲間ってわけさ。竹地を追ってるってのはどういうことだ。誰とも知らない奴の呼び出しにのこのこ出てきたんだ。時間はあるんだろ。ちょっと長話に付き合ってもらうぜ。中岡と言ったな。あんた何者だ。吉田東洋様の付き人だ。正しくは元だがな。東洋様には返しきれねえご恩がある。おやっさんの。おやっさんか。あの時もお前東洋様をそう呼んでたな。あの時だと。東洋様が殺された時だよ。あの時俺もそこにいたんだ。あんたあの場にいたのか。物音に気づいて俺たちが駆けつけた時には東洋様はすでに切られていた。そしてあそこにいたのがお前と竹地半平太だ。何？あんたなぜ竹地がいたことまで知ってるんだ。役人が駆けつけた時あそこにはもう俺しかいなかったはずだ。言っただろう。俺は東洋様の付き人だったからな。あの日お前らが二人来ることは内密に聞かされていた。そうだったのか。あの後俺は東洋様を守れなかった責任で罷免された。お前らのせいで人生が狂っちまったんだよ。ま、俺のことはいいんだ。どっちにしろ東洋様がいねえのに城勤めしても意味がねえ。だが東洋様を殺したやつだけは許せねえ。お前のことだよ、坂本龍馬。で、本人を目の前にしてあんたどうするつもりだ。ここで切るか。悪いな、今のは冗談だ。確かにあの事件、犯人はお前ということになっている。表向きはな。どういうことだ。俺は真の犯人は別にいると睨んでるってことだ。よく考えてもみろ。もしお前が東洋様を殺したとして、お前に一体何の得があった。脱藩浪人として故郷にも帰れず、京で名を隠して生きなきゃならねえ。そこまでしてなぜ東洋様を殺さなくちゃならない。お前が何を得た。じゃああんたはあの事件の真犯人を誰だと思ってるんだ。竹地半平太だ。俺はそう見てる。なんだと。竹地半平太、そして土佐勤王党の大躍進。藩の賛成だった東洋様が生きていれば、竹地もここまで土佐を思い通りにはできなかったはずだ。ましてや竹地は上司にまで昇格している。これ以上に得した奴が他にいるか。だがまさか。絶対に違うと言い切れるのか。それであんたは竹地を追ってたってわけか。ああ。で、奴を嗅ぎ回ってるうちに偶然あんたに出くわしたってわけだ。なるほどな。確かにあんたの推理は筋が通ってる。だがな、あんたは大事なものを見落としてる。なんだって。あんたらが駆けつける前にもう一人あそこにいたんだ。覆面の男がな。俺たちは見たんだ、そいつがおやっさんを切るの。
犯人はそいつだ。実はな、俺もあの事件の真相が知りたくてその男を追ってるんだ。そうだったのか。どうやらお前は俺の知らねえことをだいぶ掴んでるらしい。今度は俺が話を聞く番だな。俺の方も長話になるぜ。なるほど。だからあんたは新選組に入ったのか。覆面の男を追うために。ああ。そこまでヤバい橋を渡ってんだ。手応えはあったのか。山並圭介と長倉新八は覆面の男とは思えない。新選組に入って掴めたのはせいぜいその程度だ。いや、入隊してまだ何日も経ってねえのに大したもんだ。だが隊長なんて目立つ立場じゃこの先動きづらい局面もある。だからよ、坂本さん、ここは俺と手を組むってのはどうだ。俺も東洋様を殺した犯人を追ってきた。俺たちは会うべくしてここで会ったんだ。違うか。ああ、あんたの言う通りかもしれねえな。よし、なら決まりだ。あいつらはやべえな。土佐勤皇党だ。俺が竹地を嗅ぎ回ってたのを感づかれたか。中岡慎太郎やな。連中の目当ては俺だ。あんた逃げろ。この状況で見逃してもらえるとも思えねえが。ま、確かにな。勤皇党の邪魔をする人間には消えてもらう。覚悟はできとるの。こっちの連れは関係ねえんだ。返してやってくれねえか。関係ないもんとこんな場所で会うがかい。ったく、すまねえな、巻き込んじまった。気にすんな。全く関係がないわけじゃない。恩に切る。二人まとめて蜂の巣にしちゃれ。Oh!
食ったな。さすがに新選組の隊長になるだけあるな。大した腕だ。いや、あんたも案外やる。まあ今後ともよろしく頼むぜ。これから俺も寺田屋に拠点を移す。お互いの情報はそこで交換しよう。それでいいな。わかった。あんたはまだ竹地を追うのか。いや、竹地の方は一旦やめだ。それにあいつは土佐に帰っちまったからな。俺も新選組を探ってみるさ。ちょっと待て、竹地が土佐に帰っただと知らなかったのか。最近江戸から土佐へ帰ってきた大殿の命令で呼び戻されたんだよ。それはどういうことだ。まず大殿の山内陽道公、このお方は先の安政の大国で失脚して以来ずっと江戸に隠居させられていた。幕府の権力争いに巻き込まれてな。だが先の藩主として未だに土佐に強い影響力を持っている。殿様にしとくにはもったいないほどの切れ者だ。ここまではいいな。ああ。その陽道公が江戸にいる間、土佐を任されたのが吉田東洋様だった。だがその東洋様が暗殺された。で、陽道公はようやく幕府の許しを得てつい最近土佐に復帰したんだ。その大殿がなぜ竹地を土佐に呼び戻した。さあな。だが問題はそこだ。今の竹地半平太は老人たちを手なずけて事実上土佐を牛耳ってる。陽道公から見て愉快じゃねえのは確かだろ。1年前陽道公が土佐にいれば金の塔が力を持つことはなかったはずだ。それはつまり竹地や土佐金の塔にとってはまずいことになるってことか。そいつは陽道公の出方次第だな。今は様子を見るしかない。だが俺たちには目の前の仕事がある。覆面の男を捕まえるって仕事がな。竹地は新選組に潜入してるわけじゃねえんだ。
お前さんよりよっぽど安全だよ今のところはな。ああ。